ゼロプロです。よろしくお願いいたします。シュッス、うちの子かわいい選手権。うちの子かわいい選手権。皆さんが一回は触れてきたことであろう二次創作やイラストの選手権になっております。ただイラストの選手権って言われると上手い人採用しとるやろって思うじゃないですか。私は上手い下手で判断しておりません。文章だけを見て全部選定しました。なるほどね。絵を見て選定したら私の好みに寄ってしまうかなって思ったよね。そうならないように文章でどんな熱量を持ってイラストを描いてるんだよっていうことをアピールしてもらったから、その文章が刺さったってやつを私は選ばせてもらった。なるほど。でなんでこの選手権を開いたかっていうと、AI イラストっていうのが出てきたり、ゼロプロもよくあるし、みんなの推し絵師さんも体験したことあると思うんだけど、気づいたらTwitterから消えてたみたいなの、ね、私全絵師には消えてほしくないわけ。そうね。だから絵を描いてる人ってこんなに頑張ってこんなに愛がこもってるんだよっていうのを伝えつつ、ゼノプロには神絵師がいっぱいいるんだよってことも伝えたいので、概要欄にね募集ツイート貼っておくんで、ぜひとも皆さんそのリプ欄にね今回紹介できなかった方のイラストもたくさん載ってるんで、ぜひともお気に入りの方見つけていいねとかおっしゃったりしちゃったりしてください。一つ目、変身途中。私は主に現在放送中の広がるスカイプリキュアのキャラクターを描くことが多いです。今回送らせていただいたイラストは、ヒロスタイの髪型の変身間違えて変身前の髪型のままだ的なシチュエーションを描いてみたものです。なるほど。基本は色鉛筆で塗っているので、塗り跡を残さないようにいつも気をつけています。そして何よりもイラストに愛を込めることを忘れないようにしています。はい。長くなりましたが、これからも活動頑張ってください。応援しています。あー、なるほど。いや、コンセプト良くない？良いね。プリキュアがうっかり変身ミスしちゃったよみたいな。そう。シチュエーションってことだよね。色の塗り方とかもめっちゃ好きなんだよな、ね、僕このキャラクターのこと全然知らんなんだけど、まあ、でもこの子のイラストを見ていろんな妄想をかきたてれるんがいい。うっかりさんなんかなとか、目の中に星入っとったりしてちょっと元気っぽい子なんかなとかっていう、あと二次創作だからこういう中途半端な変身みたいなのがあっていいよ ね、 ね、はい、では次、今回の動画の核心に触れるタイトルです。二次創作ありがとう。なるほど。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、宮下愛ちゃんの誕生日の時に描いたイラストです。愛さんの眩しい笑顔とめっちゃゴーイングの衣装を描きたくてこのようなイラストとなりました。ライブで愛さんに全力のファンサーをもらったというシチュエーションです。いいね。背景でライブと分かるように大きなモニターやライトを描きました。とにかく愛さんのキラキラ感全力感を出せるようにしました。うわー、これすごくない？臨場感あるね。いや、このコンセプトめっちゃいい。また誕生日のタグ見て絵とかさ見ていいね押したりするんだけど、確かにそういうコンセプトみんな持って描いてるんだなって改めて気づかされた。絵師さん描きなよ。え、描いた方がいいよね。余計いいって思うもん。ライブってやっぱり汗をかくものなの。でこの滴る汗でも愛さんはね、この輝く笑顔で、うん、一人一人くれてね、うん、ファンさしてくれてて、いやってとこまで妄想できるのがいいよね。いいな。じゃあ次。はい、助かる。ゼノプロちゃんにイラストの企画をするということで応募してみました。私のコンセプトはいかに公式そっくりに描くかということです。あ、なるほど。私の一押しで大好きなマックイーンと帝王のカップリングが大好きで、今回は2枚テーマクのイラストを送らせていただきます。私の妄想がただイラストになっただけなのですが、テーマクがこれからも仲良くずっとそばにいられたらなという願いを込めて描きました。なるほど。個人的に帝王に照れちゃうマックイーンの表情や優しい表情を帝王描くのが楽しいです。そしてテーマクのカップリングの良さをいろんな方に知っていただけたらなと思っています。自分で供給できるの羨ましい。やっぱカップリングっていうのは公式で描かれきれないところにほぼ存在するわけじゃないですか。そうですね。こういう二次創作があってこそカップリングってなお輝きを放つものだと思うんですね。でこれに対して助かってる人がいるんだよ。間違いない。では次、はい、未来の神イラストレーター。こちらはですね、ゼノプロの歌ってみたの絵も描いてくださったことがある方なのですが、最初は見てくれる方も少なく10人いるかいないかくらいで、当時はやめようと思っていました。でも好きなことをやめたくなくて意地になって描き続けていました。それから一つのイラストが伸びて、そこから見てくれる人も増えて、今は多くの人に見てもらえるようになりました。今は今で伸びないことに悩んだり、うまく絵が描けないスランプに陥ったりすることもあります。でも楽しく描くことが一番だと思うので、どんなに伸びなくても誰かには刺さってくれるという思いで今は絵を描き続けています。このイラストはスマホで4時間くらいで描きました。すごっ。お二人とも大好きなスパイファミリーのファンアートなのですが、自分なりにこういう展開になったら熱いなと思って描かせていただきました。熱いだろそりゃ。すごくない？これスマホで描いたらしいよ。わ、僕もこういう展開になってほしいんだよな。え、やだ。実際やだ。ならないでほしいけど、でもなったらなったでいいな。いや
やっぱそういう熱い思いを持って活動してんのはね、やっぱ活動者としてはめっちゃ共感できる。わかる。こちらもずっと伸び悩んでるもんね。そうなんよね、うん、実際好きでやっとるっていうのはあるけど、うん、でもせっかくやったんなら多くの人に見てもらいたいっていうのはね、多分クリエイター心理なんよね、うん、それを伝えるためにはやっぱ上手くなるしかなくて、そしてやり続けるしかなくて、そう、それをねちゃんと頑張って続けてんのはね、とても素晴らしいことだと思います。あとやっぱ不思議なのが、こんなに上手い人でも数十人しか見られない時代があるっていうのが、ネットの母数の多すぎさ。いやそうだね、そうだなって思った。いかに見つけられるかみたいな勝負だからね、うん、じゃあ次、はい、V のファンアートに必要なのは、 V スポ所属のくるみのあちゃんを描きました、はい、納得いくまで描いていたら41時間かかっていました。え、 VTuber のイラストの魅力はモデルにはできない表情を描くことだと思っていたので、いつもはしない表情を描き、のあちゃんのあざとさと可愛さが表せたと思っています。なるほど、これは可愛い。イラストのいいところは公式ができないことをやってくるところだと思うよ。でそこに全力を出すっていうのは、イラストを見る側としてはとってもありがたいし助かる。で V のいいとこがさ、サムネに使ってくれるやん。いやそうね、そこも嬉しいね。いやいいよ、いや41時間頑張って書いたけど、それもしかしたら推しが使ってくれるかもって思うと無限に頑張れるよな。頑張れるな。この衣装いいよね。わかる、私もこのノアちゃんの第三衣装めっちゃ好き。刺さりました。はい、相方の大空あかりちゃんばかり描き続けているちぬこと申します。あかりちゃんを描き続けて早4年、最近はアナログイラストを描くのが楽しくて、デジタルとアナログの二刀流でやっています。相方のファンアートしか描かないので、私のフォロワーさんの10割は相方オタクなわけですが、まだ見ぬ相方はよく知らんけど、この人の絵が好きという人に出会いたいです。なるほど、私のイラスト誰かに刺され、いろんな方に私の絵を見て少しでもあかりちゃんの魅力を伝わって、一人でも多くの相方オタクが増えれば嬉しいです。で見たらこの人がいかにあかりちゃんが好きなんだなっていうのをイラストですごい伝わってきて、なるほどね、刺さりました。私うわこれ全部同じあかりちゃんなんでしょ。そう、全部表情違うやん。すごくない？天使な表情もあればさ、小悪魔っぽい表情もあってね。えアナログもすごいな。アナログやばくない？なんでアナログでこんなに色ムラなく綺麗に塗れるんだ。すごいよな。同じ女の子を4年描き続けるってのはさ、愛がなせる技だよな。そうだよね、まあ、さイラストってどん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 極めがやるんだなってのがわかるね。ね、いや面白いわ。では次、はい、小6の時と同じ絵を。この横顔の煉獄さんは、私が小6の時に初めてコピックを使って描いた煉獄さんと同じもので、3年経った中3の今どれだけ成長したかを実感してみたくて最近描いたものです。色の塗り方も洗顔も全てが3年前より上達していてすごく嬉しくなりました。3年前のやつと比べたものも載せておきます。これやばくない？成長。え？3年前のも3年前の絵アジアってよくない？歌舞伎感というか、その煉獄さんならではの迫力あるけど、うん、3年後の煉獄さん本家やん。小学校6年生の時はさ、髪は黄色だから黄色、先は赤だから赤っていう塗り方してるけど、この3年間で黄色の中の凹凸が生まれてたり、肌色の中も凹凸が生まれてたりみたいな。確かに成長感じられるよね。いや面白い。これ同じ構図で描くってやつみんなもやってほしいな。いやどんどん載せてほしいな。ねえ、こういうの見たいな。じゃあ次、はい、変態イニシャル D の高橋洋介です。アピールポイントはこれらの絵すべてをマウスと Windows 付属のペイントで描いたというところです。いつか誰かに魅力的好きと言ってもらえるような絵を目指している頑張っています。よく狂ってる。にわかに信じられないんだよね。私嘘ついとってほしい。 Windows のペイントって世界一描きにくいと思うんだけど。いやあれクソだよ ね、結構。どうやってこんな綺麗に直線描いてんの？ DPI はめっちゃ低いと思うよ。さすがにね、うん、いや変態だーこれ。それを極めようと思う変態だよね。絵柄とか色味とかね、そういうこだわりがある人はおると思ったけど、道具とかソフトこだわる人もいるんだな。いやそうなんよ。いやこれは変態だわ。すげえ。しかもめちゃくちゃうまいんだよな。いやそうなんよ。ペイントだからこその味あるね。線がちょっとねギリギリみたいな、ね、なってんだよね。これがこれでネットの絵っていう感じがあって、うん、それこそウゴイラみたいな感じで、うん、そうそうそう、古き良きじゃないけど、うわそんな感じするわ。何これ、すごいよね。めっちゃ魅力的だ。ほぼアルチューです。他の S さんたちとは絵柄が全く違いますが、 T シャツにしたいポップな海外ギャルをテーマに絵を描いています。ほぼアルチューなので寄ってきてテンションが上がると筆が進む変態です。2枚目の画像のように壁に貼ったりして自分のアートを楽しんでいます。白黒のやつは途中で飽きたりして諦めたらしい。名前はつけていないので、よかったら海外ギャルっぽい名前つけてください。え、うますぎる。これやばくない？これ何
これ。じゃあこれティファニーさん。あーいいね。じゃあ私あのこの白黒の諦めた方、うん、レベッカ。レベッカだわ。絵上手い人って自分で絵柄作ってんだな。私の絵もね描いてもらったのよ。ほんとだ、めっちゃ上手くない？ねえ、色使いも独特だよ ねめちゃくちゃビビッドな感じで、うん、いやいいね。まあでもアルチューらしい。それはちょっとほどほどに。そんな絵師さんたちの裏での苦労は、こちらはハニーワークスの瀬戸口ひなちゃんの2023年誕生日のために描いたイラストです。去年の誕生日ではアナログ模写で描いていて少し後悔していたため、今年は約2週間前から下書きを描き始めて計6時間かけて完成させました。自分が納得いくまで描き込んで塗りました。なので気づいたらレイヤーを100枚使っていました。苦労したところ、こだわったところはチューリップです。私は花を描くのが苦手で今までチューリップを描いたことはありますが、今回は花言葉を考えて描いたので頑張って8本も描きました。そしてチューリップの色の花言葉もひなちゃんに合う色を選んで塗りました。最後の最後まで逆光で塗るか塗らないか悩んで、誕生日の2日前に逆光で塗ることにして最終的に逆光で塗りました。最推しの誕生日を今までで一番構図や髪型、服を考えたり描き込んだり塗ったりした絵でお祝いできてすごく幸せでした。なるほどね、全部に意味あんだ。そう、レイヤー100枚だって。私サムネでも頑張って15とかだけどね。うん、すごいね。これ制作途中も入れてくれてるけどさ、そう、いろんな構図試したりして、ね、いいよね。試行錯誤してあーがいいかな、こうがいいかな言うて、この目の輝きを絶対表現したかったんだってのがイラストからめっちゃ伝わってきて、絶対心ピュアな女の子なんだよねこれね。いやなんかこの全てに意味があって、まあその誕生日をお祝いするために、じゃあその花言葉も考えてみたいな、一個物語ができてんのが、おっとこう、あ、本でね、本、そう。では次、今日のきっかけからデビュー。友達が VTuber を始めるのに立ち絵が必要だったから誰かに描いてもらいたいという話を聞き、当時 VTuber 立ち絵に興味があった自分が描きたいと立候補。そこから立ち絵を描くことになり、この子が生まれました。え、あ、じゃあもうこれ命が宿ってんだ。そう、服のデザイン、特にズボン部分や色合いを決めるのが大変でした。トップスがパーカー風なため、それに合うように和風なズボンをデザインするのに試行錯誤しました。かわいい。ちなみにこの子のモチーフはキツネです。うんうん、かかった期間3ヶ月、自分のパーカーの紐の部分がキツネの手のようになっている。パーカーの上部分と袖部分を編み編みで繋いでいる。はいはい。スポーティーっぽさと和風っぽさを兼ね備えたデザイン。名前が七種の紅葉さんだから、紅葉がついているから靴にもみじマークを入れている。ああ確かに。完成したのを友達に見せたらとても喜んでもらえて、描いた自分も嬉しくなりました。また配信初日に見に行った時、動いた姿を見て感動しました。これが動いちゃうんだもんな、やばくない？すごいなこれセンス。友達が VTuber になりたいって言ってて、その子の立ち絵を描きました。現代現代令和最先端です。これがすごくない？しかもさ、このスポーティーではってなかなかないデザイン、すごいよね。いや私はこの絵をね描いてもらった側の子にはしっかり活動を続けてほしいと思う。そうだね、やっぱいろんな活動者見てきましたよ。続く人が少ない。そうね、頑張って続けてほしい。間違いない、続ければきっと何かつながるからね。こんなさ、デビューのきっかけって今転がってんだなって思うとすごいよね。熱いね、マジで夢みたいな話やんな。ねえ、では次、はい、こういう人のためにこの選手権を開きました。なるほど。アイドリッシュセブンは8月20日でアプリリリースが8年になります。その当初から応援させてもらっていて、私の人生において切っても離せないコンテンツ、大好きな子たちです。このイラストは6周年のお祝いに描いたものになります。6周年だったので分かりづらいですが、指で6を表現したところが個人的に気に入っています。あ、なるほど。同時期に描いていた虹学ちゃんの最推しカスミも貼っておきます。ホタちゃんと推し同じですね。かわいい。で、こんな方でも悩みがあります。はい。いいねが全くもらえず、絵を描くことが嫌いになり、スランプでまともな絵を描いていなくて、そのスランプを引きずって日付が間に合わず、さらにやる気をなくして完成させなかった。8月20日から半年以上かかり、次の年の6月頃に完成させました。イラストが仕事じゃない、ただの趣味だし、いいねが欲しいから描いているわけではないけど、どうせ描いてアップしても誰にも反応もらえないし、需要ないから私が描かなくていいじゃんと嫌に、そんな評価依存症な考えの自分も嫌になり、さらに病んで描く気がなれず今に至ります。ゼノンちゃんのこの企画を見て、私の絵ってどう思われているんだろうと思って参加させていただきました。これでいいねもらえないんだって。いや私はね、もうタグとかの問題だと思う。いやそう、見つけてもらう工夫の問題な気がする。いや例えばツイッターって難しいとか、あーね、ピクシブって難しいとか、うん、YouTube って難しいとか、いろいろあると思うよ。だから例えば Twitter でいいね伸びんかったとしたら、 YouTube で制作動画上げたら伸びるかもしれんとかもあるし、制作動画のショートとか絶対いいと思うよ、うん、こんなに上手かったら。そう、いやでもタグの付け方と Twitter はね、つぶやく時間が大事なのよ。そう、あとはやっぱ Twitter ブルーそうだね。だから Twitter は例えばだけど、お昼の2時とか3時って伸びないのよ。でも夕方の6時とか7時とかにツイートすると伸びるの。人がいっぱいいる時間帯めがけて投稿するっていうのとかもめちゃめちゃ大事だし、自分で何回もこうリツイートしてツイートが流れちゃった人にもこうまた載せるみたいな、そういうのも大事ですよ。絵に添える一言とかもめっちゃ大事だと思う。そこのセンスとかのいいねっていう可能性もあるから、絶対もうこんだけ素敵なイラスト描けるんだったらもっと伸びるよ。ゼノプロ美術部
でタグつけてくれたらね、基本的には私たち見て拡散してますけどね。絵を描くことで一番大切なこと、自分よりすごいイラストを描く人は5万といることは承知の上ですが、それでもイラストを描くときは自分を卑下せず、自分の絵が一番可愛いかっこいいと思いながら描いています。自分自身の絵を自分が大好きでないと、自分の絵を好きだと言ってくださる方にも失礼ですし、自分自身のモチベーションにもつながるので、自分の絵が好きという気持ちは常に心にありながら活動しています。1枚目を描いた時間はおそらく8時間になります。イラストを描くときに苦労したところは、自分の線画に色分けをすることです。いろいろ細かく細めに描くので、塗り残しをよくやってしまいます。最近は1枚目に描いたヤマンバギリチョウギをよく描いています。あっとる、読んだ読んだ、すごい名前だ。なんかもっとシュッとしたクールな線の細いイケメンじゃん。ヤマンバギリ、ヤマンバギリチョウギさんなこれ。ヤマンバギリチョウギ、ほんまこれ。そうだよ、とても美しく高難な刀の不毛士になります。見た目とても冷たそうなキャラですが、戦うととても熱くヤンキーみたいなところがあり、実際の刀も不毛士なんだと。つくもが読めないのか。実際の刀も美しく、分厚くてごつくて全部ひっくるめて大好きで、いつも描いています。描いてる自分の絵の定規を見ていると、さらにもっといろんな彼を描きたいと思わせてくれます。これからももっと私の絵を大好きと言ってくださる方を大切に頑張っていきたいと思っています。素晴らしい、ナイスマインド。いやー、さすがにこれつくも神もにっこりだね。そうだね。いやでも僕らもこのマインドはちょっと 見習わんのみたいな節あるよね。いや本当にそう思った。これはね、多分全ての活動者に刺さる言葉だったんじゃないかなって思って。間違いない。でも私この方のこの少女漫画っぽい絵めっちゃ好きなんよな。ねえ、この細い線と太い線の使い分け美しいもんね。ねえ、分かってんだよっていう気持ちも分かる。そう、私も自分のこと嫌になる時もある。こういう創作活動をしていたら直面する問題なんだよね。もうなんか大切なものを学ばせていただいた気がする。ありがとう。ありがとうございます。では次、はい、パーツ分解して作りました。盛り込みたい情報を瞬間で認識される、1画面に盛り込めるだけ盛り込ること、フレーム数を88、これキャラクターの誕生日で制作することをこだわって作りました。なんだやばくない。浮遊感を出すためイラストをパーツ分解して動かせるように描くのですが、この時手前から奥への遠近感を間違えてしまうと、動かす前に絵として破綻してしまうので、重ね合わせ順序を確認しながら描きました。すごい。私は学生時代、リアルのオタク友達から作品を酷評されていた記憶が根深く、私自身誠実に絵を描いていいのだろうか、量産していただけで学習していなかったのではないかと自問自答の末、一度絵を描くことをやめていました。しかしこのキャラクターたちと出会い、作品に触れることでもう一度やってみようという気持ちになり、現在ネット上の SNS にてデジタル媒体作品を中心に活動しています。この作品自体も自分の頭で考えられる全て、降りてくるひらめきの全てを誠実に形にしようと肝に銘じて作りました。すごっ。あのパーツの画像も送られてきてんだけどさ、うわすごいな。やばいよね。いやこのフレーム数を誕生日するってこだわり、自分にしかわからんが、動画になった後に視聴者に伝わるんって、イラストの素晴らしさと、うこのイラストが動くっていう素晴らしさしかわからんが、誰も多分ね、遠近感が破綻しとるとか、うん、フレーム数が88になってるかなんて絶対気づかんけど、でもそこにこだわんのよ。そうなん、そこ熱いよね。熱いね。こだわりを持ってね、描かれてる素晴らしさだからこそある、この絵の持ち味みたいなのはあるよ ね。ではでは、すごいつながりで、クラスメートと作ったとあるゲーム、学校の課題でゲームの企画作りをすることになり、私と仲のいいクラスメートたちをモデルにしたキャラクターとの乙女ゲームの企画を立ち上げました。え、すごっ。この企画が意外と好評だったので、学校卒業後もクラスメートたちと一緒にちまちまとゲーム作りに励んでおります。え、すごっ。ゲームタイトル恋焦がれ、仲間内では略して恋焦がれと呼んでいます。楽しい。攻略対象であるメインキャラは5名です。ヒロインは梅という女の子、天真爛漫でムードメーカーのような存在の綾之助くんと、頼れる兄貴肌で面倒見のいい相丸くんはヒロインと幼馴染、真面目で身内には甘いカノくんと、マイペースでのんびり屋のユイくんは同じ寺子屋に通う仲間。ヒロインたちが通っている寺子屋の先生であるレイジさん。大まかな設定はこんな感じです。うわストーリーは割と暗め重めになる予定です。ヒロインに意地悪をする嫌われキャラや、ヒロインに恋する女の子も登場予定です。ぜひご紹介お願いします。おもろいかよ。何それ。ぜひプレイさせてください。いや、やりたいよね。フロちゃんでやりたくない。やりたいよね。え、ちょっとオープニングやらせてくれよ。最後いいタイミングでエンディング歌わせてくれよ。やってんすよ。さっきもいらっしゃったけど、いいねがつかないとかっていう、うん、そっちじゃなくて別の方向性で自分の目標を決めてみるのも、いいねっていうこう変わりゆくものだとさ、常に同じ結果が得られるとは限らないけど、一、うん、個の目標に向かって頑張るっていうのはね、一つの楽しみになると思うから、みんなもゲーム作ってみてよ。それが難しいんだけど ね。じゃあせっかくなんで、ゼノプロ美術部こと、はい、ゼノプロのファンアートから一つ動くイラスト、ゼノンちゃん素敵な企画をありがとうございます。ゼノンちゃんを描かせていただきました。 お誕生日のお祝いに合わせて描かせていただいたイラストでしたので、大好きなゼノンちゃんに喜んでもらえるようなデザインを自分なりに込めました。主役のゼノンちゃんを華やかに描きたかったため、ゼノンちゃんの黒い可愛いワンピースを白バージョンにし、お前ドレスっぽさを出すためにゼノンちゃんの好きなフィッシュテールでバラをあしらったデザインにアレンジしました。このアレンジはお気に入りポイントです。私のイラストのポイントは、アニメーションのような動きがあることで、一通りパーツを描き終わった後に動きをつける作業に入るのですが、その時間が一番ワクワクする楽しい時間でもあり、自分の思い描く動くイラストが完成すると本当に幸せを感じます。制作時間は10時間ほどかかっていますが、とっても可
愛らしい動くイラストに仕上がったと思います。みんな動かすね。10時間でできるんだって。ね、すごいよ。1000時間ぐらいかかっとっておかしくないもんね。あまりにも手際が良すぎる。イラストが動き始めるとね。そう。いや、これだってその実際アイキャッチにね、採用させていただいてて。そうなの。愛がこもってるよ。いやー、嬉しいよね。可愛いイラストにはね、愛がこもってるんです、皆さん。ファンアートってこうやってさ、いかにこう、推しが喜ぶかとかさ、推しはこういう子だから、こういう要素を詰めたいなとかさ、うん、みんないろいろ考えて書いてくれてるんだなって思うと、そうね、改めてこんなたくさん書いていただけるのすごい幸せだし、それ伝えてもらえるとこっちもより愛着湧いちゃうしね。ゼノプロのファンアート書いた人はね、皆さんぜひツリーの方にね、こういうこだわりあるよって言ってくれるとね、倍喜びます。というわけで、はい、ラストでございます。両刀使いの絵師になる、ボーカロイドより初音ミクちゃんのイラストになります。今年の春頃に自分の絵の魅力や強みがわからなくなって悩んでいました。そこで改めて自分が目指したいものを考え、等身とデフォルメ両方を武器にできる絵描きになりたいと思い制作したイラスト。なるほど。そしてこの作品がこの度ピクシブで開催されていた初音ミク16周年記念イラストコンテストにて初音ミク16周年賞を、すごい、16周年記念画集に収録していただくことになりました。ありがとうございます。熱しやすくて冷めやすい飽き性な私がずっと大好きでいたボーカロイドと絵で賞をいただけたことがとても嬉しかったです。めちゃくちゃ大きな夢を追ってしまう性分なので、もっと自分の理想の絵描きが近づけるように頑張っていきたいです。めちゃくちゃ可愛いね。超可愛いよね。ブランカンの中の画質みたいなさ、にじみ方がね、イラストのめっちゃいいな。うん、これに対する言語化が見つかんないんだけど。でも結構 MV とかでよくあるよね。そう、最近流行っとるさ、ネオンチックなような、うん、サイバーチックなような、でもちょっとレトロ、そう、レトロを感じさせるよ。わかる。色合いがめちゃめちゃ可愛い。ねえ、可愛いよね。一緒に乗っけてくれるね、リンの絵もめちゃめちゃ可愛いんだよね。可愛い。キャラクターの表情を描くのめっちゃ上手くない？そうだね。このそれぞれ写ってるちびみくちゃんたちもさ、お口もないデフォルメされた姿なにそれぞれ表情違って可愛いしさ、うん、ちょっとデフォルメ調なイラストだけど伝わってくる情報が多いって言えばいいのかな。しかも賞に選ばれてるからね。いや、そうだね。やっぱね、諦めない、そして継続するっていうのはね、この活動者にとって一番必要なことなんだなと。そうなんです。いやー、なんかすごいね、活動者として心を動かされる選手権だなと思って。そうだね。みんなの思いが強すぎて実は泣きながら選定してました。いや、これマジでね、素晴らしいから、みんなこれリプ欄にある今回紹介できんかったら絶対見てほしい。というわけで、さすがに最優秀賞決めていただこうかなと思います。今回僕が選んだ最優秀賞は、今回応募してくださった皆さんです。もうね、イラスト創作活動、何か自分と向き合いながら戦ってる人はみんなすごい。そしてみんな評価されてほしい。本当に絵が私の好みじゃなかったから選ばれなかったとか本当にそんなんじゃなくて、うん、動画にするならこれが一番選びやすいかなで選んでるから、分かりやすいとかね。そうクリエイターとして何か動かされるものがありました、今回の選手権、うん、というわけで、全ての創作者たち、はい、そして何かに向かって頑張ってる人たち、続けていればいつか花開く時がある、はい、と思うので、ぜひ続けてみてください。人生100年というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画見て少しでも頑張ることってすてきと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価のよろしくお願いいたします。概要欄に情報グッズとテーマ曲バイトエティのリンクと各種 SNS のリンク貼っておきますので、ぜひともフォローお願いいたします。紹介した S さんたちのリンクも貼ってるよ。見ろよ。